よろしくお願いします。口と申します。大丈夫です。すごい、すごい、よかったです。短い、え、ごめん、か、俺間違えて、今。違ってないです。大丈夫。このすごく。難しい局面ですね。ここは。こいつが最初にいたら、全然驚きないですよね。え、もしくは、でも、やっぱりあれです。最初にこれ出しちゃったら、なんか。 ちょっっととあれででしたねねそうです、ね、順番って大事だな本当に多くの人が本当によくあの会う人会う人に何か同情されるんですよねいろんな映画が多分そうなってたと思うんですけどコロナのせいで塩漬けっていうんですか完成してるのに公開できない映画っていう枠に入れられちゃってるんですけどそれは大きな誤解であることをここで申し上げたいと思います。 まあなぜかという理由はこれからご説明いたしますがまだできてません。あらまだ作ってます。はい。まだまだ作ってるんです。これがやってもやっても終わらないんです。はい。ええ。まままま五月十三日まで終わってください。はいね、はい。なので五、はい、月十三日までにお完成させなきゃいけないっていう今もうあれですよね。これ以上やるなってちょっとお,お重いきましたか。はい。だ、はい、からじゃできればここから逃げ出し <laughs> ぜひよろしくお願いします。はい。 樋口監督お願いいたします、はい、いや本当にお待たせして申し訳ありませんがお待たせした甲斐のあるものに多分な、ま、今なるべく頑張っております、えー、今日もこうしている間も本当多くの CG スタッフが、えー、仕上げに関わる多くのスタッフがです、ね、働いております年末年始も多分このままでいくとなくなるお餅どうしようかそんな話がそろそろ出ておりますそれでも僕らは作り続けなければならないのです なぜならば5月13日に皆さんに見ていただくためでございますそのために私も心を鬼にして頑張っていきたいなと思っております私が頑張れば頑張るほど皆さんが苦しむそれは分かっております分かっているけどやめられないのがこの仕事の罪深いところでございます、えー、本当に僕らあのやっぱり古谷敏さんの素晴らしいお仕事を見て育ってきた以上はやはり次の世代に同じような 被害者を生み出し続けなければいけないと思っております。あ、すいません、被害者で、ねね、もうあの感謝しております。ありがとうございました。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。